黒い煙を上げながら激しく炎上する船アメリカ・フロリダ州の沿岸で14日カジノ船まで客を運ぶシャトルボートから火が出て瞬く間に燃え広がりました AP 通信によりますとボートには乗客・乗員およそ50人が乗っていましたが全員海に飛び込んで脱出しましたこのうち15人が病院に運ばれましたが命に別状はないということです 事故の原因は分かっていませんが、エンジンから火が出たとの情報もあり、消防などが調べを進めています。